国家開発銀行は中華人民共和国における中国輸出入銀行、中国農業発展銀行と並ぶ中国の3つの政策性銀行の一つである。英文名称はチャイナデベロップメントバンク略称 CDB である。創業営業部を北京市最上復興門内大外18号に置き、チベット自治区を除く全国30の省、自治区、直轄市と新鮮。 大連に分校を展開、香港代表事務所を設置する。正面入り口1994年に、これまで政策融資と商業融資の二つの役割を担ってきた4、大専業銀行、すなわち中国銀行、中国農業銀行、中国人民建設銀行、中国交渉銀行を商業銀行業務に特化させるため、これらから政策融資を移管させ、 三つの新たな政策性銀行が新たに設立された。国家開発銀行は国家重点プロジェクトへ資金供給を目的として同年三月に設立された。初代行長、陳本は陳文元東副主席の長男である。政策性銀行の商業化改革により2008年12月7日に株式性銀行に転換している。 新会社は国家開発銀行古墳有限講師であり、登録資本は3000億元である。出資の内訳は財政部が51.3%、中央基金工事が48.7%である。創設以来10年間で世界最大の水力発電ダムである三峡ダムプロジェクトをはじめとして、港が長江の開発や西部大開発、東北振興など、 国家的検知からインフラストラクチャー建設や基幹産業育成プロジェクト4000項目以上に投資した。資金は主に国際金融市場での債券発行によって調達する。2011年度の総資産額は6兆元であった。中国会議は地方政府資金調達システムの資金源として中国の高い家計貯蓄成功による銀行貯金を活用するとともに 融資の返済や担保に土地使用権の値上がりをてこに使うという手法を使うようになった。地方政府への資金の流れは急速な勢いで都市化を巻き起こし、数百万人もの人々が土地を明け渡し、農村を追われ、都市に流入した。その結果、投資と生産性の急上昇により、中国の GDP は大きく伸び続けた。2008年までにはその資金調達システムは、 中国全土に広がり、折からの世界金融危機の時は景気刺激策として投入された。総額4兆元の大部分はこのシステムを通じて投資に使われた。すなわち、中央政府が投入するのは4兆元のうち1兆1800億元に過ぎず、残りは国有銀行から資金供給するとされた。中国会議員が先頭となって完成されていた。 上実のモデルを使い、中国経済を成長の軌道に再び戻した。ありがとうございます。